アザラシの園238日、2022年の1月2日でございます。まあ1月2日お正月から1日明け夕方ぐらいにね、ノロノロと出て、じゃあまあ1本動画回しとくかという、今日が日曜日という感覚も忘れていた。で、アザラシの園の方ですけど、特に見せるほどのものはなしって感じですね。春菊も全然大きくなってない、野沢菜もなんかもう枯れちゃってるという、そういう状況です。特に見せるべきものもなし。はあ、ここは日陰っていうのもあるんですけどね、全然全然冬はダメだ。はい、てな感じでした。2022年の一発目の、はい、2022年の一発目のアザラシの園でした。ほなまた。はい、こちらタバスコです。いつやったかな、結構前にこういう状態にして6週間ぐらい置きますとか言いながら、もう特に6週間過ぎてます。今日は12月31日なんで、つけた日からね換算してもらったらいいんですけど、どうなんですかねこれ。すごい怖い、ここにちょっとカビが生えてますね、白いカビが生えてる。大丈夫なのこれ、怖っ怖っ。カブ生え、カビ生えてしまう気がするけどね。まあ麹とか入れてました、そういえば。腐ったものの匂いがする。ダメかもしれん、ちょっとこれね火をかけていこうと思います。変なものの匂いがする。ちょっと水気があるので、これを一旦飛ばす。なんとも言えない、なんかアクリル絵の具みたいに。辛いな、辛いけど酢は入ってないから、ちょっと塩味があります。腐った果物みたいな匂いがしてましたが、今はあの唐辛子せんべいみたいな味の匂いがしてますね。これでいいのではないか。これ少し粗熱を取ります。ちょっと湯気が出てる間は多分水分が抜けるでしょうしね。少し粗熱を取ります。はい、粗熱を取りました。湯気は出てないけど、さあどうなんでしょう。はい、タバスコね、タバスコの素かな、たっぷりしました。これにね酢を入れていきましょう。酢がわからん、とりあえずあった酢を使おうと思うけどね。多分本場のタバスコに米の酢は使ってないと思うから怪しいけどね。とりあえずひたひたになるまでやってみましょう。ひたひたになるまで、こんなもんじゃないか。よし、こんなもんだろう。はい、これをこしていきます。カメラ見ない。もうちょっと酢があってよかったかもしれない。
はい、だいぶカスカスになるまでやりました。これでこんな感じ。ぽいぽいよ、非常にぽいぽいけど、ぽいな、タバスコにしてはぽいな、それっぽいものができましたね。食うの怖え。卵かけご飯、これにタバスコをかけて食ってみようと思う。うわー怖えー、うわー怖えー、うわー怖えー、よしよし、いった、これだけいけばいいだろう。だけどよ、ちょっと多いかな醤油が。卵を加えるとね、あの辛みがねマイルになるのでいけるんじゃないかと思います。あー怖っ。でいってみると思う。じゃあいただきます。あんまり美味しくない。あんまり味がない、意外と味がない、分かんなくなる卵で。なんかあれだね、味ぽん、卵かけご飯に味ぽんかけたみたいな味になってる。食べられなくはないな。ごちそうさまでした。いや食べれなくはなかったな。ただタバスコなのかなって言われるとちょっと怪しい。タバスコなのかな、これはちょっと刺激の強い酢みたいな感じになる。それタバスコじゃねって思うんだけど、明らかにタバスコではない。何か失敗だけど、ギリギリセーフの中での失敗。タバスコチャレンジ、まあ失敗だけど、そんなに失敗かな。次にまた次挑戦してみたいと思います。タバスコ作りプロジェクト第1弾失敗ということです。ダダン。次の機会でまた挑戦してみようと思います。